はい、どうも皆さんこんばんは。 WD23 スタジオでございます。本日12月の22日、前回からねちょっと約半月ぐらい以上はね経ってしまっているんですけども、ファンタジースプリングスの今の様子をですね、リゾートラインに乗ってさらにはそこは降りて見ていきたいなと思いますので、それではね早速見ていきましょう。はい、それではですねこちらリゾートライン乗りまして、ファンタジースプリングスの様子見ていきますけども、まずノースマウンテン、そしてこの隙間から見えるのがラプンツェルのエリアでございます。ラプンツェルの塔とね、そのロックワーク周辺が見えますね。この辺はレストランになるっていう場所になります。奥がまあロックワークですね。はい、見えました。そしてこちらフローズンジャーニーと上にノースマウンテン、ちょうどまだねエルサのアイスパレスは骨組みだけになっておりましたが、はい、こちらできてきております。そして右側見えてきたのがファンタジースプリングスホテルでございます。この辺は相変わらず窓枠のみで、あとは屋根がね上の方できてきておりました。この辺下のあたりは特に何か変わったものはなさそうですね。そしてこの先見えてくるのがファンタジースプリングスホテルのエントランスです。エントランス上部に関しては緑色の外壁の塗装が始まっておりまして、この辺はね緑色の、まあ感じになるというかことでしょう。そしてこの先、はい、中庭の方も見えますね。そして駐車場エントランスと右側は、はい、盛り土がされておりました。階段もできてきております。続いてはですねネバーランドアドベンチャー側でございます。どうぞ。はい、こちらネバーランドアドベンチャー側です。ホテルは外壁ピンクと黄色、そして奥にラプンツェルのネバーランドアドベンチャー、ベクシーホローとアレンデル城、ノースマウンテン、アイスパレス、アレンデルの街並み、そして中庭も見えます。そしてここ、はい、ステンドグラスの方は囲われておりますね、足場でね。はい、こちらネバーランドアドベンチャー巨大ですね。そしてファンタジースプリングスのエントランス、そしてこちらが、はい、サンプル宿でございます。この後はですねこのリゾートラインを降りて外からね少し落ち着いて見ていきたいなと思います。それでは外からの様子をどうぞ。ホテルは外壁ピンクいいね、そして奥にラプンツェルね、ネバーランドアドベンチャー、ベクシーホローとアレンデル城、ノースマウンテン、アイスパレス、それではですね、今ベイサイドステーションの方に降りました。これからこのベイサイドステーションの周辺からいろいろファンタジースプリングスの方を見ていこうかなと思います。はい、こちらはですねファンタジースプリングスホテルのところですね。ネバーランドアドベンチャー側はピンクと黄色の、はい、外壁になっております。緑だったりね、結構その場所によってこの外壁の色が違うっていうのはこのホテルの、まあ、特徴であるかなっていう感じですね。壁はまあ割とシンプルな装飾になっております。そしてこちらが、はい、ピクシーフォローのライドになっております。まあ、この辺は相変わらず苔などがねそのまま入っておりますけども、この先ちょっとね壁続くような感じになりそうですね。はい、この周辺は特に変化はなく、まあ、ロックワークがでかくなっております。はい、そしてここはですねアレンデル城の頭頂部が見えますね。まだ伸びるような感じになっているので、まだもう少し大きくなるでしょう。そしてここ、はい、ティンカーベルのライドであるピクシーホローのライドの、外に出るところのショービルディングのところになりますね。こちらでは、今なんかトタンっぽいようなこういう塗装がされております。ここ美女と野獣の城が見えると思うんですけど、ここはアレンデル城の半屋外のところですね。この先左側のスマウンテンの、ライドフローズンジャーニーがあるわけですけども、ここすごいですね、ノースマウンテンのロックワークができてきております。はい、そしてこのノースマウンテン、もう少し寄っていくと、はい、こちらエルサのアイスパレス、エルサの氷のお城の骨組みだけ今ありますね。まだ全然エルサのお城の方はできてきてはおりません。はい、ちなみにこちらはトイストーリーホテルでございます。そして徐々になんか剥がれかかっていると噂の
トイストリーホテルのこちら看板ですけども、あ、剥がれかかってるけど、まあほぼ見えないね。若干ちょっとピンク色のシートが見えるぐらいであんまり見えないです。まあ下の方は少しこう青色のねカラフルなところが見えてきておりますが、まあ、おそらく今内装の方に取り掛かっていて、まあ、外見のところはもうほぼ完成しているといった状況のトイストーリーホテルでございます。まあ、来年ね、オープンするというわけでそちら楽しみですね。ちなみにこの辺、緑色の壁がエントランスのところできてきておりますね。この辺は緑色なんですね。黄色と赤と、そしてまあ緑色の中はパステルカラーっぽい、そういうようなホテルの色合いになりそうですね。はい、そしてこちら最後ファンタジースプリングスホテルの正面のところでございます。さあ今日はいかがだったでしょうか。まあ、約半月以上かかったので、まあ、こちらに来るまでなので、まあ、結構ね変化はありましたね。楽しめたかと思います。皆さんもね楽しめたらぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではですね、また月末年末の方にもまた行きますので、そちらの方楽しみにしていてください。それではですね、またお会いいたしましょう。じゃあね、バイバーイ。